なんだかんだオーストラリアに怯えてた時代予選見てて面白かった。そう,そうなんだよ。いけないみたいなね。今だとね、まあ、アジアはいけるよね、みたいな。あとはワールドカップだな、みたいな。ずっとこの感じで、別に落ち着いてみたいわけじゃないからね。でも自分たちが弱くなってバタバタしたくないから、みんなで強くなって、ユーロぐらいアジアカップ盛り上がってほしいみたいなね。いやー、裏抜けもめちゃくちゃ良かったな、そのいや今日マジでうも普通にいいよね。 もう2番がもうやる気なくなってもうねもう,もう退場になるななるでええわみたいなねあの2番のとこ普通に PK だけどねシリアがもう早く終わってくれっていう空気がすごいなもういやシリアお疲れお味しいもん食べて帰ろう相馬はポルトガル行って裏抜けの時助走蹴るとか意識するようになったってインタビューで言ってたマジでめっちゃいい国じゃんポルトガル 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。